口に保守といってもですね、10人いれば10通りの保守があるんですね。その辺のところを20世紀アメリカの保守、特にフランク・マイヤー先生に注目して見ていこうと思います。はい、フランク・マイヤー先生はアメリカ合衆国の哲学者で政治活動家ですね。マイヤー先生はもともと共産主義者だったんですが、保守に転向されまして、アメリカの建国の父たちへの回帰を訴えられたんですね。そして共産主義を憎み、ソ連を憎んだことから反共の旗振り役とみなされたっていう方ですね。ということで早速ですが、今回は保守主義大原則、良き社会の条件、国家の役割などの話をさせていただきます。まず保守主義についてです。20世紀のアメリカの保守と一口に言ってもですね、いろんな保守があるんですよ。例えばですね、中世主義と古典的自由主義とを単一の政治理論の中に組み込むことを目指す人、つまりエドマンド・バークが好きな人たちですね。それから政府の介入の制限を求める一方で伝統の知的遵守も求める人、こういう人たちに対する批判は、個人に介入するなって言ってんだろうと、それなのに伝統は守れって、それどういうことみたいな、どっちやねんって言われるんですね。お次はですね、ニューディール政策を到底受け入れることができないオールドライト。オールドライトの人たちは南部に多いです。それに引き換え、ニューディール政策を受け入れることに躊躇のないニューコンサバティブ。ここでですね、オールドライトとかニューコンサバティブとかで一口に言ってますが、その中でさえ違いがありますのでご注意ください。キリがありませんので最後にしますが、国家の戦争は常に非難されなければならないとするリバタリアン、それに引き換え、アメリカが体現する価値のためには戦争も厭わないとするニューライト、繰り返しになりますが、これらすべてアメリカの保守です。それでは本日の主役、フランク・マイヤー先生の主張は何かというとですね、これです。西洋文明の基礎であるところの自然と人間の運命についてのキリスト教的理解は、常にどこでも保守たちが保持しようと努力しているものであるっていうんですよ。キリスト教というのはですね、大義名分であり大原則なんですね。現在でもアメリカの大統領は就任する際に聖書の上に手を乗せて誓うというのは、まあこういうことなんですね。それでは次に、マイヤー先生が考える良き社会の条件です。これは2つありまして、まず1番目がですね、社会ないしは政治の秩序が人々が自由に選択可能である状態を保障している場合だっていうんですね。ということでですね、マイヤー先生は何よりも人間の自由を重視していたということなんですね。そして条件のもう一つ、知的道徳的指導者である創造的な少数者が伝統と理性の権威を維持することで、社会全体の知的道徳的秩序を支えるための理解力と創造力を有している場合って言われるんですよ。つまりですね、少数のエリートが必要だってことですね。特にアメリカのような人種のるつぼで、いろんな宗教があり、いろんな考え方があるような国をですね、一つにまとめるためにはですね、その中心をなすものが必要だと、そのことは至って自然なことだと、細胞にも細胞核があり、原子にも原子核があると、太陽系にも太陽があるじゃないかと、もしそのような中心を担うものがなかったら、それはもうバラバラになってしまうぞということなんでしょうね。それでは最後に国家の役割です。マイヤー先生はですね、国家の役割は3つあるって言われるんですよ。まず1番目、暴力や不正な攻撃に対して市民の権利を保護すること。そして2番目、性と性の対立を判定すること。そして最後に、外国の大国による攻撃から市民を守ること。この外国の大国というのはもちろんソ連が想定されてまして、ソ連との戦いのことに対して先生はですね、善と悪の戦いだって言ってるんですね。まあとにかくこの3つの役割のうち1つでも果たせなかったら、そんなもん国家じゃねえってことなんですよ。ということは日本は国家じゃないってことですね。ああもう納税やめないといけないですね。ということで今回は20世紀アメリカの保守とフランク・マイヤー先生の話でした。ありがとうございました。それではまた次回でお会いしましょう。さようなら。